あれシャア俺選ばれたからいけるわけで、一番左知らん人や。会ったことありましたっけ？可愛くない。あ、ちょっと可愛いかも。あんまり前出てほしくないな。もうバカチン。いつの記憶だこれ。ああ、オープニングだ。おおおお、提督。なんだ？誰かいる。誰なんだろう。あれシャアだ。なんかそういうグループがいるんだな。この人ら危なくないんやろか。久々に見たリーゼント気がついたよ。おー、リムサロミーサ代表みたいな形で私に行けばいいんやな。うんなんか凛々しくなったな。グリダニア、そしてウルダハ。お、移動への足にはこれを使うといいだろう。どれかな？手渡し？あ、引くって、登場許可書。そっか。チョコボ、そっか。ねえ、チョコボもらえんかった。それは残念だったね。飛空艇の登場許可書やって。ここを旅立つことになったよ。まあ、いっぱいありがとうね。俺ここ旅立つから。そう。めっちゃ喜んでる。あははいいやつだな。へへ。うん。手続きします。これはあれかな。天空の城みたいな形で操作できるんやろか。あ。いえ、俺選ばれたから。選ばれたんで、いけるわけで。うわじゃあな。おお、カン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 、あ、337拍子じゃなかった。あ、なんか、乗り損ねた人がいるぞ。いい顔。おお。階段出しっぱなし？めっちゃ笑顔。よかったな。おお。一番左知らん人や。会ったことありましたっけ？わ、白いな。提督。頑張ってこいよー。あありがとう、パデロン。行ってきまーす。え、どこ？宇宙？東ラノシアガレマール帝国拠点カストルブ、あ、読めなかった。敵のとこってことか。おお、ダース・ベイダー降りてきそうな。どう見たって敵。あの屈辱は15年前か。15年前。最大最強の飛空戦艦アグリウス率いる大艦隊による電撃的進攻作戦。だが上昇無敗の我が艦隊の前に現れたのは天を覆い尽くさんばかりのドラゴンの群れ。ほうほうほう。そして現出せし源流ミドガルズオール、相打つ形で仕留めたもののアグリウスは落ち、我らは軍を引かざるを得なかった。はあはあ、かっちょいいなドラゴン。エオルゼア、偽りの神が朝礼をばっこする昇魂の地、不浄不定不足、この世界はあまりに狂っている。救わねばならぬ。我々が愚かな民を未来へと導く。正しき支配と導きこそがこの地に平定をもたらすのだ。ほう。ガイウス閣下の御心のままに。言わされてる感。宇宙から来てんだ。あ、引く手。あ、違うわ。ドラゴンの死骸？俺の魔導技術が上だってこと思い知らせてやんよ、ガロンド。誰が何の話をしているんだ。お、グリタニア新市街。誰かここで仲良くしてくれる人いるんかなあ。いた。テライト更新交換。めっちゃ警戒されてる。お待ちしておりました。あなたがリムサ・ロミンサからの使者ですね。全然老けてないな、5年で。冒険者メルビブ提督によほど信頼されているのですね。うん。ようこそ森の都グリダニアへ。この国のグランドカンパニーソージャ島の最高司令官、うん、当主のカヌエ・センナです。カヌエ・センナさんですね。メルビブ提督からのご用件を伺いましょう。これ砂の都ナル回廊。また暗いよ今日も。ずっと暗いよ、新しい国。リムサ・ロミンサの使いという冒険者は貴様か。うん、そうです。実力のあるものであれば執事にとらわれずに使う。メルウィルも実利というものが。赤いな俺。我が輩が砂の都ウルダハのグランドカンパニー不滅隊の最高司令官ラウバーン・アルディン。さて、要件を聞かせてもらおうか。所持品マメット・インビンジブル。それを使ってみて。使う。お、来た。可愛くない。あ、ちょっと可愛いかも。虫みてえだな。おお、外だ。リムサ、グリダニアとそれぞれ街並みに特徴があるよね。ねえ、全然違うね、街の雰囲気。え、リムサ・ロミンサの溺れたイルカ邸にいるバデロンと話すってなった。またバデロン。俺さ、デジョン。あ、リムサならデジョンで。間違えた。こうだ。急に私服になった。オフの日になったね。オフの園芸が。初めに選んだジョブで開始年が違うんだけど、このクエストからみんな同じメインクエストに合流するんだよ。ああ、そうなんだ。こんにちは。ギルドの熟練冒険者。うん。戦闘訓練を行ってください。今更何を教わるっていうんだ。誰だ呪術師もいた。危ねえ。ててなんて言ってる？てれれれれれれのてってれでなんか言ってない？急に来る。あ、間違えた。間違えた。トマホーク。これで終わるかな。ナイスー。お疲れー。ビギナーリング。獲得経験値量アップ。レベル30までの効果。え？めっちゃいいや。もっと早めに欲しかったな。合格済みって出たわ。見て見て見て。どこいる？いなかった。かっこいい。お、ほら、装備。かっこよくなったね。かっこよくなった。頭はずっと外してる。あれ？安全棒？え？工事現場のおじさんかな？アイアンチェラータだよ、これ。いっぱい人がいる。こんなとこあったんだ。コンテンツサポーター？コンテンツ開放。天然妖怪。読めなかった。ダンジョンの攻略？マッチングで出会うのはあなたと同じように冒険をしているプレイヤーです。こんにちは。よろしくお願いします。などの挨拶を交わし、一緒にコンテンツの攻略を目指しましょう。じゃあ、行ってくるわ。行ってらっしゃい。突入。突入。ライトパーティー。どんな場所なんやろ？ムービーだ。サスタ写真食堂。ああ、クラゲとか。すごいなぁ。綺麗。行きますか。よろしくお願いします。あ、ダンジョンを攻略しよう。何度も挑戦できるんだ。じゃあ、これがあれ釣ろうか。まだダメ？はい。あ、ちょっと待って。ヘイトを俺に集めたい。あ、これで、押してあげればいいね。回復ありがとう。行き止まりに行ってみたいな。薄汚れたメモ。緑の野菜が多す。なんやそりゃ。ほいほいと。回復ください。自分で回復します。ああ、シーカーが出てきた。いっぱいいるな。ジャイアントクラムに関しては、期待してないから無視でいいか。どうしよう。この数相手するの結構大変だな。これでどれぐらい釣れる？あんまり前出てほしくないな。もう、バカチン。なんでそんなに前出るの？ジャイアントクラムは後回しでいい。いや、先でいいか。なんか戦ってる？もう攻撃してる。なんであれからやる方がいいよね、絶対。突っ込んで、ここで、オーバーパワーをひたすらこする。よし、ナイス。いっぱい引っ張ったな。あ、宝箱がある。こんなとこに。宝箱。珍食堂と汽水。なんだ、それは。赤いサンゴ、青いサンゴ、緑のサンゴ。これ緑のサンゴになんかあるんだろう。スイッチらしきものが押しますか。はい。どこかで何かが動いた。え？寝床封鎖まで。おうおうおう。こうして、俺の方に敵対させて、カールのねぐらが封鎖された。殴り合いだ。が離れる。あともうちょっと。お、宝箱だ。エーテリアルブラスリストレット。なんだそれは。隠し扉が開いた。キリヒゲのアジト。あ、船長いる。あれがボスかな。トマホーク。さあさあさあ。ボス戦かな。お頭ハンサムって言わせてるんや。援軍とかはなさそうだね。何これ。あ、今の避けた方がいいのか。なんか逃げた。広いな。オッケー。あ、船長室の鍵を落とした。もらいます。どうもです。船長室行く前に、いろんなとこ見てみよう。はい。みんな来れる？それ。すごい、もうジャンプもしなくて。行った！どこ？あ、そのとこにいたんだ。休憩してる。ここは何だい？何かあんのかい？何だい？なんもないじゃないか。あー、何にもねえや。なんで来たんだ、俺は。あ、宝箱。ブランダーとグリモア。よくわかんねえな。宝箱があるけど、敵はいない。海賊どもをぶちのめして。ぶちのめしてくるわ。いたいた。いっぱいいんな。あ、敵対しちゃった。あ、なんか、あ、どうなってんだあれ。みんな敵対した？うれえ。誰が味方で誰が敵ですか？全員敵ですか？盛り上がってるね。はーい、一応。お、あれ船長は？船長どこ行った？ここにいると思ったんだけど。あら、お帰りなさ。誰なの？びっくりしましたね。ん？こっち？いっぱいいるな。あ、船長いいんじゃん。船長。柱強い。あ、やべえ、いっぱい来た。俺だ、俺を見ろ、俺を見ろ。俺だ、俺だ、俺だ。しぶとい犬だなと思った。船長がこれ。また逃げた。すぐ逃げるな。お？踏破せし者。おう。いっぱいいんな。怪しい水面ムビだ。あ、我らが解禁。うわぁ、サハギン族だ。ヒレナシよ。俺らヒレナシって呼ばれてるな。怪しいやつ何？何もない。あ、普通に敵射しました。背中からいったろ。ほいほい。一回離れて、これ何？何もない。なんだこれ。あ、そういうこと。湧くんだ。いっぱい湧くな。ちょ、みんなどこ行くの？レベルアップ終わった。お疲れ様。初めてのギミックがある戦闘だったかな。ギミックのある？ギミックっていうのはボス戦中の仕掛けのことだよ。あ、ボス戦やったんや。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。タニコの YouTube チャンネルもよろしくお願いします。飼育タニコのチャンネルにておまけ動画公開中。そちらもぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。